もにゃもにゃ。構造がちょっと構造知りたくてですね、はい、もじゃもじゃ的には研究家ですね。あのオープンクローズはちょっと習ったんでありますけど、これですよね、はい、音が全然感じますね、はい、これ閉めとくものです、開けとくんですか。ジャンルにもよりますけど、これをこう上げることでここにスナッピーっていうのがあって、こういう音がするんですね、はいはいはい、これをここに当てることで音が変わるんです。でこれを外すとタブとかと同じように、これで音が変わるんですね。変わるんです。裏面初めて見ました。これがまあスネアの一番の特徴ですよね。はい、裏面はこうなってます。このスナッピの種類によっても音変わるし、なるほど、ここに貼るヘッドで音も変わるし、もう細かく言うとこの紐なのかビニールとかでもありますし、いろいろあるんですよ。内面あたり外面あたりもありますし、いろんな種類あります。めちゃめちゃ深いですね。でこの締め具合はここで調整するんですけど、締め具合でもいろいろあるんですね。まずこのウッドで試したいですよね。はい、で一番こう音の違い出る、今日はちょっとないんですけど、このテンションっていってこうチューニングする締めるところがあるじゃないですか。これが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10テンションで、8テンションっていうのがあって、2個少ないんですよね、はい、で僕の、シグネチャーは8テンション。あ、そうなんですか、はい、2個少ない。そうすることでちょっと音の違いもあります。え、それで変わるんですね。やっぱりこのミュートする部分が多くなったりとか、あ、このシェルっていう一番音に影響するここの素材、はいはい、ここの素材の、響きを抑えてしまうこともある。なるほどなるほど、はい、あ、まあ好みですけどね、はい、はい、で今あの店頭から持ってきてもらったまんまで、はい、チューニングを何もしてない状態、はい、でスナッピを外してる状態ですね、はい、こういうチューニングになってます。スナッピ入れると、こういう音になってます。でもこれ、まあいい音ですね、全然いい音で、僕なりのチューニングの仕方をちょっと、はい、説明しますけど、なぜかですね、ちっちゃい頃兄貴がジャズやってて、はい、あのそれをまあ真似したんでしょうけど、まあ、これも結構裏をすごい貼るのが僕好きで、裏のようです、はい、今これ結構貼ってあるんで、はい、ちょっと僕のチューニングに近かったんですけど、もうちょっと貼っ て, ていくと貼る感じになる、はい、これを締めていくと音が高くなります。締めると音が高くなる、はい、スネアのこの裏のヘッドっていうのはスネアサイドかな、はい、あのすごい薄いんですよ、普通のヘッドと比べて、あのタムとかは同じものが貼ってあったりするんですけど、ちょっと違う、違います。で、こういうのが高い音、ここを叩いてチューニングしていただくんですけど、まあ、ある程度同じにする人と、はい、スナッピがたくさん響いてほしいから、こことこことここを緩める人、あ、こうですか、うん、ここは緩めたいっていう人もいますけど、僕は関係なしに結構締めます。あ、僕の基準は触って、はい、やった時に音が出るぐらい指にくっついて、はい、ちょっと音出ます、ね、ね、これすごい張ってると出るんですよ。張らないとじゃ音が鳴らない。張らないとそこまで出ないですね。結構張って、でここでピッチの高さを稼ぐっていうのは、高く、はい、カーンっていう音が好きなんですけど、はい、裏を張ることでピッチを上げて、はい、表を逆にそこまで張らない、そうすると太い音が出るので、今さっき高いですよね、最初。これで スナップ入れると、でスナップの強さが緩いので、はい、僕はちょっと締めます。締める、うん、スナップも調整できるんですね、これまた。スナップは、これ緩んだ状態、はいはい、
らいまで締めると粒立ち良くなります。で緩めていくとルーズになって、これぐらいですね。でもうちょっとさっき下を上げた分上を緩めて、でミュートっていろんな、僕ミュート嫌いなんであんまりしないですけど、ここに布を貼ったりしてミュートする人もいます。ないとこれぐらいが、このぐらいが全部が共鳴し始めましたよね。はい、うん、この共鳴する音も影響するので。あーですよね。これぐらいがいつも使ってるチューニングですね。あの自分で買ったら、はい、裏をものすごい緩めてみたりとか、はい、上をものすごい緩めてみたりとか、はいはい、ミュートしてみたりとか、はい、あのすごい張ってみたりとか、はいはい、スナップを張ってみたりとか、はい、もう考えつけ、あらゆるのことを時間ある時にやれば、どうすればどういう音になるっていうのは分かるじゃないですか。あ、そう、分かります、ね、でそれをタムでやって、スネアでやって、キックでやって、フロアタムでやって、はい、それをまあ何回かやればチューニングできるようになります、ね、なレンタルとかでパッて、まあ、スタジオとかでも、うん、自分のものじゃないのを叩く時に、はい、パンポンってあ違うなって言ったら自分の音にすぐできますよね。あ、そうですね。どうなってるか、あ、はい、破れてたりしたらもうしょうがないですけどあ、これ裏緩んでるなって言ったら裏パン、ね、で自分の音に近づけて、なるほど、リハーサルやる。いや、ちょっとチューニングやったことないんです、はい、もにゃもにゃ。ちょっとおまけでスティックの選び方をちょっとですね、ご指南いただきたいと思ってるんですけども、はい、ね、なんかまあ、コツがあるんですかね。選び方はちょっとあるんですけど、はい、まあ、自分 の、 その手の大きさがいろいろあるので、はい、それで自分好みのを選んでほしいのも、もちろん、僕は自分のモデルですね。そうですね、はい、僕もとしたもまあ、個体差というのが、まあ、いろいろありまして、僕のモデルの中でも重さが違ったり、で好みによって重いのが好きな人もいるし、はい、で僕は右手と左ちょっと変えてまして、左はまあ頻繁にスネアいくので左を重くしてもらって、で、あのテックの人に、こういう測りがあるんですか。測りで測ってもらって、右手は何グラムから何グラム、左手は何グラムから何グラムっていうのを全部調整してもらって、はいはいはい、右のスティックケースと左のスティックケースと分けて入れてあります。グラムが違うやつが置いてある。重さがちょっと違う。ちょっと違う。そう、大幅には違うんですけどね。これは売ってるやつですね。はい、これ63ですよね。63ですね。これは、あ、これ同じぐらいですね。おー、ジャストでした。ジャスト、これは両方素晴らしい。ジャスト、あとはこういう平らなところで、はい、転がします。こう、なるほど、転がして、見る部分はここですね、はいはい、このチップ、さっきチップってことですか。このチップが転がしてるときにこう上下すると曲がってるってことなんで、あ、しこう曲がっちゃってるね、しなってる、しなってるってことで、これはまだいいですね。で曲がったやつで練習ずっとするとやっぱりその癖も ついてくるので、これがちょっとわざと曲がってるのを探したんですけど、こう上下します。こうなりますね。うん、もう回り方もちょっと自然じゃないですか。はい、まあこういうのはダメっていうわけじゃなくて、はい、大幅に曲がってたりするとやっぱり手に変な癖がつくので、あ、木ですからね。言ってしまえばね、うん、しなってたら、ね、時間が経ってばやっぱり湿気どこもあるので、ね、日本の場合は、まあ、それをちゃんとまあ、っすぐなものをできるだけ探して練習した方が癖もつかないってことですね。あとはまあ自分好みの選ぶときにこういうのが置いてあったりするので、パッドですかね。パッドですね、練習パッドですね、はい、こう自分でこうリバウンドの感じとか、ああ、これでいいわけですね、はい、このバランスがあるので、はい、バランスポイントでやったり、あのヘッドが重い、ヘッドが軽い、はい、重心がこっちにあるとかいろいろあるので、はいはい、あとはチップの違いですよね。あ、これはプラスチックでできてますね。本当だ。でさっきのこれ本ちっちゃいですよね。ちっちゃいですね。はい、全然違います、ね。ああ、全然違います、ね。
ジャズとかこういうちっちゃいのやるとシンバルのリファとか綺麗だったりしますね。 あと僕のは卵型ですけど、これは丸だったり、確かに形がすごい、はい、これ丸ですよね。丸ですね、はい、いろんな種類がある。あと材質も、そうですね、いろいろあるんですけど、うん、これ素材は何なんですか。ヒッコリー、オーク、メイプル、この3種類あるから、ね、ここに今書いてありますね。違うんですね、素材によってまた、ね、重要ですね。重要です、一番自分の手元に影響する部分なんで、はい、影響します、ね。まあ、あと消耗品なんですね、はい、常にこうのいいものをっていうか、そうですね、買いながら、まずはやっぱ自分の手とか感覚的に合ったものを探すっていうことじゃないと、やっぱりいい音が、ね、出ないんで、はい、僕も意外と手が大きいのと軽いとちょっと叩きづらいんですよね。ただ重量感があるのを探して、そうですね、トシさんの方がちょっと実はすごくベストで合ってるんで、はい、トシさんの使わせていただいてるんですけど、自分の好みだというのもあるので、そうですね、好みがありますので、はい、今日も買って帰ります。トシさんのスティックありがとうございます。トシ長いモデルでございます。ぜひお手に取っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございます。はい、今日はもうちょっとおまけでスティックね、大事だということですので、ぜひとも皆さんこのスティック選ぶときに参考にしていただければと思います。ということで、モジャドラでございました。ありがとうございました。モジャドラ最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。モジャドラですが、毎週金曜日6時に公開してます。はい、よろしくお願いします。楽しいドラムをお届けしてきますんで、また見てください。またね。もちゃもちゃ先生、なにね、もちゃもちゃ先生、ちょっと待って。もちゃもちゃ